い、どうもピョキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。でね、見てわかる通りですね、今日の一発マリオめっちゃクリア率低いんですよね。でも、もう答え書いてるんですよ。落下からの横バネジャンプ、まあ、これ答えだと思うんですよね。だからまあサムネ見る限り普通にはいけないっていうのは分かってるんで、まあバネを、このバネを落ちる時にジャンプしていけみたいな感じだと思うんですよ。まあ絶対これ普通にいけないもんねなんでここ落ちる時にジャンプできんのかな、ちょっと試してみるねまずバネに当たってねいやこれ難しいんじゃない、まあ、答え書いててあのクリア率だもんね。わっ、うわこれマジむずけ、ちょっと待ってね、これめっちゃ繊細だね。ほっこれある程度さ勢いつけていった方がいいかもしんないね。右にこう行って左にこう方向転換、もうこれあれだね、作業だね完全に作業だね。ジャンプに成功してもね、あのゴールのポールのとこ一マスしか空いてないんですよ。あそこにも綺麗に入らなきゃいけないっていうね、もうダブルシステム、おっしゃでね、みんな知ってた？最近僕知ったんですよね。まあ遅いかもしんないんですけど、キャラクターが選べれるんですよね今更って思うかもしんないんですけど、最近知って、うん、いつもマリオでやってたんですけど、ちょっと今回変えてみようかなと思います。じゃあルイージじゃねえキノピコでいきますね全然違うね、可愛い子とおっさんを間違えてしまうなんてね。はい、それじゃあですね、今日のトロールコースはトロールライトプリンセス。お、めちゃくちゃかっこいいね。プリンセスってことはなんかリンクとか出てきそうじゃない。クリア率はね 3% で、はっ、1回もダメージを受けないでゴール、トロールでは初めてだね。まあ、リンクになれたね。せっかくキノピコでせっかくキノピコで行ったのにリンクになったっちゃねえか。まあ、噛んだけど噛んでしまったけど、まあこれはまあ縦で弾き返すでしょ。ダメなんじゃねえかあ、ちょっと待って、どうすりゃいいんだろう。あ、爆弾か、爆弾で行けばいい感じかな、多分そんな感じでしょ。待って、せっかくこの可愛いキノピコにしたのにさすぐリンクになっちゃうとか、なんだ今日は。一回もダメージを受けないでゴールってことはさ、キノピコ全然見れないってことじゃんせっかく変えたのにな。でこのまま右行こう、オッケー。そしてなんかオンオフ変えておかないけんっぽいと思ったら案の定そうだね。でここでオンオフはするんですけど、爆弾でオンオフだね。これでいける、次に。ほら来た。そして今度はどうしようかな。これ P を押したらまずいと思うんでね、一旦ここで爆弾で壊しておきます。多分こっち罠だよ。ほら多分罠っぽかった。ほら鉄球が出てきて、この雲も壊せるみたいな。あ、違う、壊さなきゃいけないんじゃねえかだからね、ここは P スイッチを押して鉄球出して弾き返そう。そしたら次に進める。あ、雲は確か壊すでしょ。オッケーオッケー、いやこれだねさっきはなんかもう謎のこと言ってたんですけどね。これはパワー、パワー、あ、これ多分あれじゃない、走って、違う、これで行くパターンじゃない。よしなんか来いよなんか罠来いよ、普通に行けたじゃねえか。でこれは走っていいのかな。R って書いてる。あ、もしかしたら、この弓で下に、こう、で、右に行く。うわぁ、出てきすぎこれ走って行けみたいな。行ってみるね。はい、うわ、ギリギリ行けるんだ。じゃあ、このまま下降ります。オッケー。うわぁ、なんか降ってきそう。うわぁ絶対降ってくると思った、先に行けばよかったな。このコースター、一回もダメージを受けないで、ゴール？もう一回行ってみる、このまま当たったけど。いけないのかな、ちょっと先見てみるね。じゃあここも分かったよ。走って行って、こう！オッケー！さっき学んだからね、カンニングしました。なんだってどうしりゃいいんだよ、もう！中間ポイントないのかな、さっきから中間ポイントがある気配がね、全くしないんですよね。そしてここだね、ここがマジわかんないんだよな。ここを一回こうするでしょ、ここまでは合ってる。そしてすぐに行けみたいな感じ。いや無理この鉄球ってボブで壊せんのかな。
5000じゃねえか。っていうことはね、さっきんとこ、あ、間違えた。それじゃあ鉄器をボムで壊しましょう。やっとわかりました。おりゃ、オッケー。これでいけるでしょ。来た来た、よし。で、右、あぶねえ。いやいや、さっきの、うわ、またボムでオンオフしなきゃいけない的な感じですか、これは。そんじゃここなんですけど、もう一回ボムでオンオフをして右に行く。これで次に進める。来た来た、やっと来た。なんで中間ポイントなの。え、このコースは中間ポイントないのかな。いや、結構きついよそれって。この下めっちゃ怪しくない？な、大丈夫？危ねえ。ブブーって言われたからね、まあ、なんかあそこやべえと思ったんですけど。それじゃあ次に進みますか。これは Don't do not get リンク。リンク飛んな的な感じ。え、一番最初から飛んなみたいな。マジで。じゃあリンク出すなよ。じゃあちょっとリンク取らんでいくね。はい、これでいいのねえ、これでいいんですか。あ、出てきたボム兵が。え、なんでリンク取るのと取らないのでこんな違いがあんの。うわ、すごいねこのコース。じゃあ次はこれ P を押して、多分右のあれ壊れるでしょう。こんな感じで行って、なるほど。うわ、すげえねこのコース。で、このまま走っていけるのかな、これ。これリンクがないと。なるほど。あなたが出てくるんですね。じゃあ走っていきますか。で、ここはね、走ってジャンプしてってもいいと思うんですよね。こう、オッケー。でもさ、この次鉄球が来ると思うんだよな。鉄球はどうやって、スター。スターで行けってか。それじゃあここスターが出るんですよね。ここ、こっからスター出ます。さっきまでさ、ブラパだったんだけどね。そんじゃここスター取って、ボム兵が落ちてきての右、オッケー。で、もう一回オンオフしなきゃいけないと思うんですけど、勝手になるのね。いや、やっぱすごい。な、どう、な、なんなんだろう。いや、マジでどうなってんだろう。あ、なんか出てきたよ。え、どこ、どこ、あ、こっち。なんかもうゴール臭くない？なんかもう今日ゴールな気がします。そろそろね。あ、絶対ゴールだこれは。多分もうゴールあるよ。リンクを取らせたってことは。ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。